甲状腺と周囲の組織図最上部は、舌骨、ついで甲状軟骨後方の高頭、甲状腺衰退用、左歯と右腰、甲状腺胸部、器官が描かれている。甲状腺とは、頸部前面に位置する内分泌器官、甲状腺ホルモンを分泌する。人の甲状腺は、重さが15から2 0ム程度、上下方向に3から5トル程度の長さがあり、 H 型をしていて、喉の部分で、甲状軟骨のやや下方に位置し、器官を前面から囲むように存在する。H 型とは、甲状腺の左右の部分が上下に伸びて発達しており、それらは幅の狭い中央部で繋がっている。発生的には受精後に内胚葉から組織形成される器官である。超音波断層検査において、 甲状線の大きさは上下腸が5トルまで、前後圧は1 5トルまで、胸部圧は4ト、mm、ルまでが正常とされている。甲状線とはユニークな名称であるが、人の甲状線は蝶々が羽を広げた形をしていて、膀胱から尿道への部分を鎧甲で覆った形状をしているので、中国語と日本語でこう呼ばれている。工状線を指示しているのはベリー人体であり、 器官に固定されている。頭側から下方に舌骨、甲状軟骨、臨場軟骨、器官の順に並んでおり、甲状腺胸部は臨場軟骨の下方で器官をまたいでいる。甲状腺には、上部からは外系動脈の枝である上甲状腺動脈が、下部からは鎖骨下動脈の枝である。下甲状腺動脈が入り、栄養を供給している。甲状腺の組織は？ 様々な直径の甲状腺路胞と呼ばれる球状の袋がびっしりと詰まっている。路胞の壁は路胞上皮細胞と呼ばれる細胞が一層に並んで作られており、この細胞が甲状腺ホルモンを分泌する細胞である。路胞内にはコロイドと呼ばれるゼラチン状の物質が蓄積されている。コロイドの主成分はサイログロブリンと呼ばれる甲状腺ホルモンの線具体である。 また、露胞の外側には、上皮細胞に接して、別種の細胞が所々に存在しており、露胞胞細胞、または C 細胞と呼ばれる。この棒露胞細胞がカルシトニンを分泌する。露胞の隙間には結合組織があるが、ここには毛細血管が非常によく発達している。甲状腺には、要素が蓄積することが知られており、チェルノブイリ原子力発電所事故の際には、 小児の甲状腺に要素131が蓄積して眼下する例が見られた。要素の吸収量には上限があるため、事前に要素材を傾向引用することで放射性要素を吸収させないといった処方がよく知られている。甲状腺疾患を疑った場合の検査法を以下にまとめる。遺言性のもの、妊娠の有無を確認する。甲状腺腫の正常を観察する。 可能ならば超音波検査で評価する。甲状腺突痛の有無を確認する。甲状腺刺激ホルモン、有利サイロキシンの測定を行う。この時、橋本病を疑うのならば、甲状腺グロブリン抗体を、バセドウ病を疑うのならば、t s h 受容体抗体を測定する。日本では食事由来用度摂取率の違いも関与し、橋本病では、 トガーブが高甲状腺ペルオキシダーゼ抗体に比べ感度が高い。測定した TSH-FT4 の値から疾患を想定することができる。TSH-FT4 の値に関係なく、甲状腺の疼痛が強い場合、亜急性甲状腺炎であることが多いが、未分化腫瘍内出血、亜急性可能性甲状腺炎を視野に入れて、鑑別を進める。 サイログロブリンは多様な疾患で上昇するため、鑑別診断にはあまり用いられない。甲状腺ホルモン更新症や破壊性甲状腺、中毒症である。頻度としては、バセドウ病が最も多いが、無痛性甲状腺炎、アキュー性甲状腺炎なども考えられる。甲状腺機能低下症であることが多い。ほとんどが、橋本病回縮性甲状腺炎である。 甲状腺機能に異常はないが甲状腺腫があるという状態である。単純性甲状腺腫、橋本病など美慢性甲状腺腫のほか、乳頭癌や腺腫症甲状腺腫など血節性甲状腺腫の場合がある。TSH と FT4 の値に乖離が見られる場合は、死傷部、下垂体の異常や甲状腺機能異常の治療中に認められる一時的な下垂体の反応異常。 生理的なもの、FT4 や TSH の測定に干渉する物質の存在などが考えられる。FT4 は、甲状腺にかなりの備蓄があるが極度の運動、消耗性疾患や妊娠などで消費されて低下し、甲状腺製剤の投与により上昇するが、それに反応して TSH のフィードバックが効果を発揮するには、ある程度の時間を要するので、 FT4 と TSH の正常な関係を把握するにはある程度強じ的に計測する必要がある。通常は3ヶ月ないし半年に1回程度の計測で十分だが、急性期には1ヶ月ごとに計測する必要がある。ありがとうございます。